はい、どうも、ケッキングです。今日ですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょうと、いうことで、お久しぶりです。まあ、最近はね、まあ、そんなすることもないんすよね、正直。まあ、経絡解放、いろんなキャラ来ればね、また動画出したいなと思ってるんですが、まあ、最新キャラじゃなくてさ、昔のキャラね、まあ、例えばここに入ってるバキとかさ、まあ、サウザーでもいいですよね。まあ、ベガとか。まあ、もっと前のキャラでもいいっす。まあ、その辺とかが来てくれたらなと。だまたあげたいんですけどね。主役はバスクみたいな感じで。まあ、主役はラオウとかさ。ああいう感じでね。いや、俺ね、無駄とかね、関係なくやりたいんですよ。自分のしたいことをやるっていうスタイルでね、やってるので。まあ、その辺の前のキャラが来てほしいっすね。サウザーとかもね、まあ、昔のね、一番最初のサウザーとかも来てるんですが、まあ、ちょっと苦しいよね。剣王もなんですが、苦しい。初期すぎるやつは苦しい。で、まあ、この辺のさ、バキとかならさ、まあ、ワンチャンあるかもしれないですか。まあ、霞剣士郎が来てくれたら一番嬉しいっすよ、今は。霞剣士郎なら、新剣士と同じくらいのレベルまで上がってくれるかもしれない。だその蒼天の第2弾があるなら、その前にさ、蒼天の第2弾の時に霞剣士郎じゃなくて、その前に霞剣士郎上がってほしいっすよね、一回。経絡解放で。で、その上がった霞剣士郎よりもさらに上のが来る。これはまあ、来そうじゃないですか。また裸バージョンが来る。いや、俺でもね、このバージョンが好きなんですよ。この霞剣士郎が。はい。ということで、今日は組手っすね。まあ今回もね、龍河です。組手の龍河かっこいいよね。まあそれを見せたいなという、そんな感じです。龍河はね、剣速の速いところの、まあ一番目に置いとけばもう安泰です。自分の中で一番剣速高い奴らいるじゃないですか。そいつらと組ませて龍河を置いとくと。もうこれが龍河の使い方。先手取れる龍河めちゃくちゃ強いですから。はい、じゃあ組手いきましょう。さあ、いい組み合わせですね、このバトルは。あ、でこの俺が使ってる龍河は星4で覚醒だけしてます。逆らう者は死あるのみ。だからこれ育成で言ったらまあ 40% もできてないくらいなんですよ。まあその龍河と思ってね、見てもらえたらなと思います。まあその龍河こんだけやれる。ただ先手取ることが大事です。さあ、まず止めてね、で踏ん張り獲得して、でここで削られちゃうんですが、でさらに突撃で削られて、ただまたここで獲得して、さあ相手を止めて、で俺のターン、でまた踏ん張りがね、戻ってます。まあ戻ってるか、まあどんどん獲得します。はい、4になって俺のターン。で、今5ですね。5になりました。で、不動。で、俺のね、ちょっと育成不足で、不動倒せないんですよね。火力が足りないですよ。まあ星4なので経絡もね、解放できないですし、まあ組手は長く使えそうっすよね。この俺のターン、俺のターンがかっこいいよね。
とりあえず今実装なってるキャラの中だったら、まあかなり強いですね。組み手。これも星5になってればね、不動も倒せるんですけどね。今踏ん張りは12。だ例えば最初にさ、不動が出てきて、でこっち龍がで、まあ、踏ん張りを獲得するじゃないですか、たくさん。そしたらまあほぼ無敵ですよね龍が。さあ倒されて、終わっちゃう。本当に本当にご苦労さん、お前の負けだよ。龍が先手取られちゃうと、普通にそこやられちゃうので先手取ることが大事。さあ2戦目、サウザーが滑り込んで倒して、フォアチャされる。まあラオウもね、まあ相当強いですね、組手。はい、でサウザーが出てくる。極性十字剣、さあ結構持ってきましたね。まあ必殺スイマッチですね。だいぶ持ってたね。あ、今刑事のさガチャ来てるじゃないですか。奥村スケもね、防御所来ますよね。ちょっと迷ってます、超覚醒まで行くかどうか。神に感謝せねばなるまい。はい、じゃあラスト。極性十字剣。まあこの組み合わせはいいっすね。レガ当該。さあ龍拳来た。一撃必殺効くね。愚か者めが。まあ龍拳強いっすよね。まあ連機刀座必須、そして組み手も強い。でここでケージ落ちる。で倒して、まあユダが出てくる。まあやっぱ踏ん張りいいよね。ユダめっちゃ踏ん張っとるやん。まあ、いい勝負でしたね。なかなか現れぬようだな。はい、
ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。